ございます。おはようございます。デイリー吉本です。はい。皆さん始まりましたけども。始まりましたね。いつから沖縄にはいらっしゃるんですか、ね、昨日から。あ、もう。はい。昨日は。急遽や。え今日や。すみません、今来たところですね。すみません。びっくりした。今日の夜は何をされる予定ですか今日、今日、もうオープニングが終わってから、一回東京戻るんですよ。あ泊まりはしない泊まりはしないですね泊まるやんすいません嘘ついちゃった泊まるやん泊まりますびっくりしたすいません嘘ついちゃった映画祭は何度目ですか2度目ですよ今はなかなか来る機会がなくてほんで去年と今年で2回目です6回目やすいません嘘ついちゃった嘘ついちゃったびっくりしたすいません嘘つく顔じゃなかったからちょっと見てる方に一言お願いします沖縄というのは本当に素晴らしいこの天候だったりこのビーチだったり、なんといってもこの自然に恵まれた環境、この中で映画祭というものができる、つまり映画祭というのは、まあ、もちろん世界各国でやってますけども、やっぱりこの沖縄でやる映画祭というのは、このいろんな映画祭の中でもすごい特有な話長いね。グーで殴ってるやん。話長いね。笑われへんやん、グーで殴ったら。話が長すぎんねん。ビンタとかやったら笑えるけど。一言や言うてんねん。グーは笑われへんって。ほんま、頼むわ。いや、お前一言言わんと。まあ。なんやねんそれ痛いな耳ちぎるなよ痛いな耳ちぎる気で痛いよなんで耳ちぎるから痛いわでまだ来たてなんでねちょっと今からちょっと沖縄気分浸ります